四つ葉のクローバーは誰のものにもなれない。四つ葉のクローバーが誰かを特別に思うようになれば、世界は思われた者の手の中にあるも同じ。だからこそ四つ葉のクローバーは一人だったのだから。連れて行ってくれる人、四つ葉の力はあまりに強力すぎる。それでもあの子は生きたかったんだと思う。あのまま一人でずっと生きるより、たった一つの小さな望みを叶えて幸せになりたかったんだ。一人だけの世界からどこかへ連れてってほしかったんだ。Beautiful.
Let us see. Do you feel?